2024年7月プレゼント企画抽選会さあ、8月になりますね。はい、早いですね。本当ですね。8月はたくさん楽しみなイベントがありますよね。そうなんです。8月の10、11、12は、はい、恒例のルシュル系夏祭りがありますね。わー、楽しみ。今回も美味しいお肉とか、はい、レモネードが登場するみたいなんで、はい、今から楽しみですね。そうですね。しかもこのファーストダイヤモンドでも、うん、新たな企画があるんですよね。そうなんです。こちらは、まあ、本当に子供から大人まで楽しんでいただける、はい、内容となってますので、ぜひ皆さん初めてのファーストの夏祭りもお越しくださいませ。はい、そしてその翌週は、はい、こちら忘れないでください。8月の16、17、18日でティアラで働く女性のトレンドジュエリーフェアを開催いたします。イエーイ。今回こういうフェアまた初めての試みなんですが、はい、実は呉服町にあるスーツセレクトさんとコラボさせていただくことになりました。おー、すごい。私たちも撮影の時にちょっと今とは違うスーツを、うん、試着させていただいたんですけど、はい、なんかいつもと違っておしゃれで、はい、なんか気分も上がりますよね。そうですね。なんかこういうスーツもいいんですけど、やっぱり普段違うものを着るとまたちょっとこうね、シャキンと本当ですよね。しますし、やっぱり働く女性って今、まあ、独身の方ももちろんですけど、結婚されている方、そして畑店長に出産されてからも働き続けるっていう方は今の時代多いと思うんですよ。はい、そうですね。そんな中でやっぱり自分のモチベーションを上げてくれるもの、うん、となるとやっぱりファッションとかジュエリーですよね。はい、やっぱりこうおしゃれをして働く自分っていうのがなんかこう理想というか、あ、はい、そういうできる女みたいなところが目指すところではありますね。そうですね。もうお仕事の職種によって制服があったりとか、うん、それこそ自由だよっていうところもねあったりするかと思いますが、はい、当日はパールとかダイヤモンド、あとは色石、うん、ジュエリーなどさまざまなものが揃うので、ぜひご自身の合わせたい服装でいらしていただいて、そこでご試着しながら楽しんでいただきたいなと思います。いいですね。なんか本当に普段の自分プラスっていう感じで、はい、そしてもう一つ、はい、今回ですね、ビノス山崎セノバ店さんにご協力いただきまして、夏ヌーボーもティアラに到着いたします。おー、大好き。はい、去年ですね、畑店長とビノス山崎さんに伺って、はい、動画も撮らせていただきましたが、うん、こちら2024年バージョン、キンキンに冷やしておきます。夏ヌーボーは2種類ありまして、はい、甘口の微発泡とキリッとした辛口もご用意しております。ぜひそちらの2つを飲み比べしていただきながら、はい、優雅な時間を過ごしていただきたいと思います。じゃあお車じゃない方がいいですね。そうです。できれば公共機関を使っていただいて、はい、お越しいただきたいと思います。はい、ご予約はどのようにしたらいいでしょうか。はい、ご予約方法はアプリのチャット、もしくはティアラのホームページよりお気軽にご予約いただきたいと思います。皆様のたくさんのご予約をお待ちしております。お待ちしております。それではお話をプレゼント企画に戻しまして、今月2つの色石ルースがそれぞれ1名様に当たります。はい、抽選会のスタートです。それでは初めにシャンパンビール、ご応募多かったですね。本当に多かったですね。はい、じゃあこの中でどなたが当たるのでしょうか。いきますよ、ルーレットスタート。ストップ。
頭文字でしょうか。そうですね、暗号かと思いました。暗号と思いました。おめでとうございます。続いてはメキシコオパールです。一体どなたに当たるんでしょうか。ルーレットスタート。ストップ。STMT 様、おめでとうございます。またまた暗号でしょうか。なんか面白い。面白いですね。まさかの、頭文字かな。どういう意味なのかっていうのは、そうですね、伺ってみたいですね。伺ってみたいですね。はい。それでは改めまして、シャンパンベリル OKZKBZ さん、メキシコオパール STMT 様、おめでとうございます。感謝しました、すいません。当選者の方には改めてアプリチャットにてご連絡いたします。さあ、来月は何のプレゼントにしましょうかね。来月は8月夏真っ盛りですね。また皆さんに喜んでいただける企画を練ってみましょうか。そうですね。はい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。